降ったせいか、今日は水量が多いと思います。渡りづらいです。くんです。今日は道の駅足学母から丸山日向山の登山をしていきたいと思います。それでは出発します。しばらく車道を歩いていきます。それでは大野峠を目指していきたいと思います。ここから本格的な山歩きが始まります。それでは頑張っていきましょう。気持ちいい風が吹いてます。沢の音も聞こえて癒される。山を汚す登山者は猿より頭の毛が3本少ないってことなのかな。空き缶ゴミ両親は持ち帰ろうね。毛が3本少ないってことなのかな。気持ちいい。昨日雨が降ったせいか、今日は水量が多いと思います。渡りづらいです。どうにか渡れましたが、私は橋とかこういう川渡るとこ大嫌いです。この峠までが厳しい登りだと思うんで、そこまでね頑張って登っていきたいと思います。この峠までねあともう少しだと思うんですけど、結構登りがきつめなんでね、いざもうちょっとなんで頑張っていきます。こんにちは。それでは丸山山頂目指しましょう。急な階段を登っていきます。見晴らしのいい場所に到着しました。ここはパラグライダーがパラグライダーが飛んでます。ピンクの見えますかね。ちょっと見えないかな。気持ちよさそう。今日はカチカチに凍らしてきたリポビタンジェリーとおにぎりを食べたいと思います。それでは丸山山頂目指していきましょう。関東ふれあいの道、いいですね。ふれあっていきましょう。展望広場
丸山山頂に到着しました。960m です。今は丸山の山頂展望台にいます。あちらに福岡山が見えてます。いつ見てもかっこいいですね。それでは日向山に向けて出発します。真っ赤なキノコですね。これは毒キノコかな。どうだろう。ここから一旦林道に出ます。分岐のところまでやってきました。足学部駅方面に向かいたいと思います。足学部駅日向山方面に向かっていきたいと思います。出ました。キノコ茶屋入り口方面に日向山があったと思います。こっちですね。ではこちらから日向山に向かいます。なんか楽しいです。芝生で日向山。頑張って登っていきましょう。日向山到着しました。627m。絶景です。また武甲さん、こんにちは。今見えてるのが足学部の駅で、電車が今到着するとこですね。その上には双子山があります。おじさんは今登ってるんですかね。あちらには私の大好きな武甲山があります。それでは足学部方面へと帰っていきたいと思います。祀られてますね。コンピラ大臣様ですね。お願いします。今日は丸山、日向山と登山をしてきました。で、今日休憩したところなんですけれども、こちらはとても開けていて、パラグライダーが飛び立つところなんですよね。なんで、あそこ結構私とても気に入ってるんですが、丸山山頂で休憩しようかとも思ったんですけれども、ちょっと丸山山頂はきっと食べてる方がいっぱいいらっしゃるのかなと思ったんで、あそこのパラグライダーのところは誰もいなかったんで、ゆっくりまったりぼーっとしながらおにぎりを食べたりジェルを飲んだりしてました。丸山山頂にある展望台からは大パノラマでしたね。ただまあちょっと曇りがかってたんで、遠くの山々あまり見れなかったんですけど、武甲山とか近くの山が見れてとても癒されました。丸山も日向山もどちらも家族連れだったりご年配の方でも行ける楽しい山だと思います。また楽しい山歩きをしていきたいなと思います。ありがとうございました。観音様と武甲山、観音様と武甲山。こちらの下り道には思い出がありまして、奥武蔵チャレンジマラソンってあるんですけど、昔それ出たことありまして、この道をひたすら下山したのを覚えてます。
到着しました。